やべえ。はい、その酔い方なくない？いや、じゃあほんとマジ。そう、産むならね、わかってるよね。やばい。じゃあほんと。あ、こんにちは。こんにちは。いやー、これです。めっちゃ寒いですね、今日。めっちゃ走ってる。第二ショコラが、やばい。いい波乗ってますか？やばい。ちなみに今これどこ向かってんすか？あ、マジで？はい。そう、まあ、飲む気満々。あ、マジ待ち合わせかなんか？あ、一人なの？ちょっとお姉さん、でも、まあ、ちょっと今、なんで話してるの私？誰？いや、お姉さんがお酒飲む相手を探してるからと思って。あ、そうなのか。僕です。あ、マジで？やった。たこ焼き？あ、マジ行きつけのたこ焼きやんの？なるほど、行きましょう。いい波乗って行きましょう。いい波乗って行きましょう。そこのたこ焼きって、ね、いつも飲み始めるのがたこ焼き嫌なの？いや、そんなことない。いつも中盤か中盤で。そうなんだ。ちょっと友達とやってるから、うん、なるほど。あれって本来何の飲み屋の人ですか？私、そうマジで？あ、マジで？六本木って今日だけイケイケな人おるんやね。え、いるよ。あ、マジで？いるおナンパってやつですか？おナンパってやつすげえ、もうなんかこうやって会話しながらもう飲みたさがすごい。そう、もうめちゃ増えてる。めっちゃ古いね。そう、めっちゃ古い。お任せください。はい。じゃあ、これです。やべやべ、飲むペースめっちゃ早い。めっちゃくちゃ早い。はい。え、いつも、なんかこれ常連なんやね。常連。常連。飲まないの？いや、飲みますよ、飲みますよ。もう任せてください、もう。すごいっすよ、まあ僕はスロースターターなんで。はい。え、てかいつもなんかこう飲みに来てるとさ、逆に一緒に来たやつを潰したりとか。あら、潰し合い。潰し合い、やっぱり。やばい。潰し合いだよ。私、一回コロッケでまず一応飲むんだけど、シャンパン開けて、はいはい、一回くぐっ飛んで、はいはいはい、おんぶで降ろされて、はいはい、解放されたよ。解放されてね。そうそうそう。なるほど、なるほど。っていうような街です。へぇー。はははでも、次の日やり返しに。やり返しにたら、うん、次、勝てた。勝つよ、そりゃ。やば。勝つよ。食べます、たこ焼き。食べよう、食べよう。あぶ。勝つよ、たこ焼きだから。うまっ。あぶ。だいぶすぐに猫下だろ。まあまあまあ。かわいくない？でも、タコはしっかり、結構でかい。あれでしょ？うん。ここに来てかったから、あんまり早く走ってたから。確かに。うまい。うまいでしょ？うん。そうそうそう、今日逆に俺はちょっと友達と飲みに行くってやつなんだけど、ちょっと急遽ぶちられまして。ああ、暇人ってことなんだ。そう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 、じゃあ今暇じゃなくなったな。確かに。でしょ？もうすでにもう駆けつけ一杯飲んでるけど。そうそうめっちゃ飲むペース早い。一応言ってね、自分のペースでいいよ。いやー、くそ、おられてる、くそ。自分のペースでいいよ。あ、俺がうまい。全然いいよ。えぇ、いやえ、でも結構飲み屋いるとさ、ああ、うん、ナンパさとかされないの？される。あ、されるんや。される、される。あ、マジで？うん、されるけど、うん、男と酒だったら、はいはい、あの酒。なるほど。だから今日は、うんうん、酒を飲みに行こうとしてるところに、はいはい、男が来たわけだ。なるほど。ベストタイムで両方ってことや。なるほど。そう、以上。ジャストタイムに出会えて光栄でございます。ダメだったもん。なるほど。やば。え、その過去に逆に声かけてきて、うん、盛り上がったやつがいるの？いるよ。あ、なんかね、そういう人は、うん、あの、プレイボーイですって言って話しかけてきた。名乗ってきたの？そう、プレイボーイですみたいな。あ、なるほど、なるほど。そうそうそう。どうもみたいな。プレイガールですみたいな。めっちゃ無理やん。そうそうそう。やば。プレイボーイに行って、はいはい。いや、やった。やったんかい。やったんかい。でも、うん、やると酒だって、もう酒だから、あんまり記憶がないんだけど、うん、プレイボーイ、プレイガールですの会話は覚えてる。もうそこで記憶が途切れている。やばい。アルコールでやばい。だいぶ酔っ払ってきたわ。早っ。まあでも全然僕は、全然まだまだいけるんで。
はい、全然いけるんで。はい。さあ。え、そのプレイボーイ以外にもなんかそういう声かけてきたやつで、こいつは見込みあるやつみたいなやついたの？あ、いた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 。あ、いたの。こっちが上目線で言っていいの？お願いします。もうあったよ、あの。全然下心ないんですって。あー、なるほど。そう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 、僕は誠実に声かけてますと。そうそうそう、あーはーはー、なの実は下心ムンムンみたいな。はいはい、だけどこっちプレイガールだから、そこにすぐ見とっちゃった。俺歴戦の猛者やと。あー、もうそう、すぐよ。あ、そうなのとか知れるらしくっちゃって。なるほど。うん、なんとされすぎちゃって、はいはいはい、考えてることは分かるようになった。あ、先生クラスになると。そう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 。なるほど。やべえ。もう流しちゃうよ。え、ちなみにその誠実ぶってるやつは、うん、結末どうだったのそれは？やったよ。やったんかい。やった。マジでやった。そこ行ったんかい。行った、めっちゃ。なんか見たいじゃん、下半身を。下半身をね。どうなってんのか。どうなってんのか。うん、やべえ。めっちゃ。お前は態度も、物もちっちゃいなと。やべえ。それも何、飲み連れてたの？行った行った。やば。そいつも酒、頑張ってたの？なんかそう、すごい、自分ペースで、ミュージックが流れそうな、叱ってる系だ。うん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 。で、自分のペースで、持って帰らないといけないから、そう、先生クラスになると心の中は読める。読める。なるほど。なんちゃって占い師だから。なるほど。こっちはよく振りするんだよ。もう優しい。そうそう、逆に茶番が繰り広げられてる。茶番にも。やば、めっちゃ面白いじゃん。今日茶番の一人だ。茶番の一人。そうだよ。逆にちょっと先生にあれなんですけど。うん、何？先生、僕あのエヘラの女性をちょっと寄せるというか、この顔面してる顔よ。顔面してる。メンヘラホイホイ顔面顔。またメンヘラっぽいじゃん。メンヘラ、確かに。メンヘラとメンヘラのメンヘラになってるじゃん。なるほど。うん。なるほど。きっとメンヘラじゃないからその相談今持ちかけてくるんでしょ。そうそうそう。メンヘラでしょ。そうなんですよ。それはどうしたらいい？放っておくんだよ。放っておく。言うじゃないの。来るもの来るまず、去るもの追わず。去るもの追わず。うん。さすが。追ってんでしょ、どうせ。確かに、追ってるかもしれない。どうしよう。あ、また、僕らのことを、とかさ、いらない心配するんでしょ？さすが先生、常にお見通しですね。逆に連絡が来ないとね、来なかったら来なかったで、ちょっと不安になってしまうというか。知らないから、そういうこと。なるほど。なるほど。そうそう、先生のおかげでまた賢くなりました。そう、でもね、メンヘラちゃんっていうのは、はい、メンヘラちゃんっていうのは人種があんの。出来上がってんの。なるほど。だから、そういうのはいちいちね、はい、もうちゃんと受け止めてたら、心が破裂しちゃう。なるほど。うん、このなんからいなくなっちゃうからって、はいはい、何も言わないでしょ。なるほど。いや、ほんとに。いや、まだ行きますよ。まだ行きます。はい、はい、いただきます。私はね、あの、女性っぽい雰囲気を持ってるかもしれないと、はい、声をかけてくれたのか、はい、こいつやれそうだなと思ったのか、なんで声をかけてくれたのかは知らないけど、はいはいはい、なんか、はい、あんたとここにいる結末になってるけど、はいはいはい、あんたもちょっとメンヘラだな。さすが新宿の母。母超えの。ああ、二丁目の母。二丁目の母。三つ星いるから怒られちゃう。やべえ。はいはいはい。ちょ、マジ無理。無理無理。無理。はい。何もしすぎてさ、はい、その酔い方なくない？いや、ちょ、ほんとマジ。マジ、マジも、マジ。酔いすぎたんなら一回やばい。やばい、やばい。ごめんなさい。ま、ちょ、ほんとやばい。やばい。じゃあ、ほんと。ちょっと、ちょっとやばい。休ませ、休ましほしいっす。休みたいよ。休ましほしいです。あ、はい、いいよ、あの、トレーニングするの。じゃあ、トレーニング分かるよ。あ、はい、はい。なんで、かわいそうだな、ここ。いや、その日だった私もかわいそう。ちょっと水、あ、そう、あ、マジやべ、やべ、やべ、はい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 、よいしょ。じゃあ、どうしてよ、ナンパしたんなら最後までさ。はい、はい、どうぞ。高月にはとんでもないビッグプレゼント準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。
ありがとうございます。